はい、こんばんは。マドマゼル本郷です。皆さんは最近 Uber Eats とかいろんな出前みたいなのを取ったことありますか？私はね、しばらく出前やってなかったんで、最近流行りの Uber Eats とか取ってみたいなと思ったんですけど、今私が住んでるところでは Uber Eats さんは来ないので、出前館さんがねなんかやってると分かりましたんで、ちょっと出前館さんのアプリなんか使ってみようかなと思いまして、スマートフォンにちょっとインストールしました。今回この出前館さんを使った感想なんかをちょっと動画にアップしてみたいなと思いましたので、もしよろしかったら最後まで聞いてみてください。出前館さんね、いろんなデリバリーやってみたいですね。はい、で今回ですね、ピザハットさんのこれカズレーザー4というですね、美味しそうなピザがあって、これはちょっと L サイズなんですけども、定価が、4880円だったかな。はい、ちょっとこれでは正直美味しそうだけども手が出ないなと思って悩んではいましたけども、なんか時々このピザハットさんキャンペーンなんかもやったりして、値段も安くやってるとかね、 L サイズのピザ注文したいなと思って、たまに食べてみたいなと思って生見ていました。このカズレーザー4って4種類の味があるみたいですね。はい、ということでキャンペーンやってて4880円のところを半額の2440円のキャンペーンをやっていて、そこに、クーポンというものが、これは出前館さんの方で初回お試しクーポンというのがついているので、これはなかなかいいんじゃないかなと思い始めてみました。そういうことでちょっと、気になりましたのでやってみたいなと思いました。で、結論から言うと、もう2000円分のクーポンがついてるんですね。なので4880円の半額2440円にさらに2000円のクーポンがついてると、このクーポンを使わない手はないなというようなところで、最終的には注文したいなと。見てください、これね、とっても美味しそうですよね。はい、4880円が2440円でクーポンが2000円、割引がつくとなると、これは、注文しない手はないんじゃないかということで、いろいろ計算してみたところ、驚愕の440円、440円しかも配達料無料ということでね、これはもう日曜日のお昼ですから、家族4人で食べるのもいいんじゃないかなと思いまして、早速注文してみました。はい、もうね、味も申し分ありませんし、時間をお昼頃に予約したんですけども、本当にお昼よりちょっと前ぐらいにもちゃんと配達の方来てくれてましたし、味もバッチリですし、包装も綺麗ですし、440円、家族4人ですから1人110円ぐらいの計算ですよね。かなりこのデフレ不況の中のコストパフォーマンスはもう非常に高い内容でいただきました。ということで皆さんも出前館アプリなど試してみてください。それでは See you again next stage.